ぼちぼち時間だ。バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちが来たみたい。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。この感覚を待ってた。サノトリトリだけサノトキョウキャバサノトリ三刀流奥義三点世界ニコリだけサノトリソッソンサノトリSomebody!
止めろ。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ、もう片方は俺が引き受けた。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。サム止めろ。勇気ゆずめ。サム止めろ。こんなヘラチョコトップに苦戦なんと冗談じゃないわよ。ふざけた野郎にここまで手こずるとは。でも切れる男になってるってわけ。サキラ、俺は今まで剣士と名乗る者に傷一つつけられた。お前の過去は知らない。そういう思い出話はアルバムにでもしまっときなよ。ために、ある場所からここを攻撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。攻撃手を探して攻撃を止めなきゃ。攻撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。今すぐ砲撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。あの男、もしかして砲撃手じゃない？おい！怪しい奴がいたぞ！こっちだ！邪魔しないか。殺しかねないわ。Thank you.
ねえとここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃手の場所を教えてくれよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。こういう場所だよ。どうなる。これだよ。この野郎。何だ。砲撃手の場所を教えなさいよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。手間かけさせてんじゃねえ。砲撃手はどこだ。砲台を置けるような場所を考えれば分かるんじゃねえかと。怪しい奴がいるぞ。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる。一番高い建物の上だって聞いたぞ。Heh